今日はですね、今から一品作りますけど、ちょっと時間置いたりとか結構いろいろ大変なんで、味噌汁とかお茶とかちょっと熱いぬくいものを食べたいんで、ちょっと待っとってほしかったんですけど、お母ちゃんサキサキしてしまうんで、もう途中まで作られててもう残念なことになってます。ということで今日は笠原さんのおかず道場でやってたキャベツと鶏肉のネギだれかけを作ります。春キャベツが必要ということで、ちょっとお店なかったんで探したりとかしてました。春キャベツってなんかこう普通のキャベツと違って、春キャベツってふわふわなんですよね。めっちゃ探しました。昨日もちょっとほんと何ですかね、ちょっとパワースポットに行ってきましたけど、ものすごい綺麗な景観とで、すごい運動にもなってすごかったです。下手したらこう崖から落ちそうな大変なとこやったんですけど、すごい今日は気分もすごいです。なんかパワースポットで、しかもこう龍神様と弁天様とちょうど祀られてる感じで、自分はちょっとパワースポットで龍神様のところに行きたいなと思ってたんですけど、たまたま行った時に弁天様ももともと祀られてたという、すごいご利益のありそうなところに行ってきました。というかまあ結構時間がかかりそうなんで、早速やります。ではい、ということで材料は春キャベツ2分の1かな、それと鶏むね肉を1枚、ゆで卵2個、ゆで卵2個、万能ネギ2と2分の1本、ポン酢醤油大さじ3、ごま油、砂糖各大さじ2分の1、ラー油小さじ1、ニンニクすりおろし小さじ2分の1、いりごま大さじ2分の1、昆布茶大さじ1、水1リッター、これで作ります。それと、春キャベツは特製味噌で食べるべしということで、使用するのは味噌、砂糖、紅生姜、一味唐辛子、ごま油です。でっかい、半分ざく切り。はい、半分切ります。はい、いやいやはい、春キャベツ半分をざく切りに、よいしょ。あ、その前にこうゆで卵作っとかなあかんから、これはい、まずゆで卵2ついるんで、これ10分ほど水からゆでときます。お母ちゃんは沸き出してから、ね、沸き出してからゆでます。ちょっと沸かします。さっきはい、ということでさっきこう火をつける、よいしょ。ざく切りにします。はい、OK。 ほんで沸騰したので卵入れときます。これ沸騰しましたね。はい、ということで沸騰したのでゆで卵入れます。で、揺れて入れて10分間やります。黄身が真ん中に行くようにこうやって回してあげたりとか動かしてあげたりみたいですね。茹でるための水用意します。1リッター、はい、これ1杯で200なので2、4の、矢のとということで、鍋が確かに小さいような気がする。よし、これでいいかな。はい、火つけます。よいしょ。氷を入れておきます。ニンニク小さじ2分の1すりおろしておきます。はい、はい、ニンニクすれました。ほい、0。はい、で、これ10分経ったのでこれをちょっと火止めます。火止めて、よいしょ、こう入れるということで、これで急激に冷やされることで皮が剥きやすくなります。試しに剥いてみましょうか。ほら、やっぱりこう簡単に剥ける。こんな感じで容易に剥けました。よし、はい、ということで湯が沸きました。湯が沸いたのでここにキャベツをまず茹でていきます。
ちょっとキャベツに旨味をまとめるために昆布茶を使うっていうところでちょっと大さじをずっと探してるんですけどなくて味噌入れっぱなしにしてそのまま置いてるし、それでマスクもそのまんま、どういうことやし。はい、昆布茶、昆布茶を使用することでキャベツにこう旨味と塩味を加える。はい、ここへ煮立ったら昆布茶を入れてキャベツ湯がいていきます。10秒から15秒ほどということです。そんなに湯だらんな。ちょっと分けて湯がくか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。で、これでどんどんやっていきます。重たい、熱い、重たい、熱い、重たい、熱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 い、重たい、重たい、熱い、熱い、重たい、よし。沸騰するのを待って、はい、沸騰しました。沸騰しました。お、はい、沸騰したら鶏肉を皮から入れる。弱火にして沸いたら、5分ほどゆっくり皮目から入れて、で昆布茶の旨味をまとわせていくと。はい、スタート。その間にちょっと万能ネギ切っときましょうか。万能ネギ2と2分の1本を、小口切り。はい、ネギの小口切りできました。うわ、電池はないな。2、1、0。はい、はい、弱火でコトコト5分煮込んだ、こんな感じ。火を止めます。はい、火を止める。火を止めたら蓋をして、火を止めたら蓋をして30分これでおきます。はい、で、スタート。春キャベツは特製味噌で食べるべし。春キャベツやっぱり生が美味しいということで、生で食べれるように特製味噌を作ります。味噌 100g 用意しときます。ばあちゃんここに出してくれてるやつ高くないんかな。味噌に砂糖 30g。 味噌に砂糖 30g 加えて、一味唐辛子適量。まあ、ばあちゃんあんまり辛いのあれやから、これぐらいしとこう。ごま油小さじ1入れます。はい、でこれ加えて、はい、特製味噌だれで、キャベツは粗く切っときます。違う、忘れてた。紅生姜 30g をみじん切りにして入れます。忘れてました、すいません。はい、紅生姜入れます。はい、今度こそですね、特製味噌だれ完成です。ではでは、これで一旦待ちます。はい、ではあとまだ10分以上あるんで失礼します。うい、はい、ということで30分置いたらこんな感じです。はい、いいですね。特製つけだれをつけます。トッピング作っていきます。まず小口切りしたネギを入れて、ネギは落ち、ネギが落ちない。砂糖大さじ2分の1、大さじ2分の1ってこんなもんやろ。いりごま大2分の1。はい、いりごま大さじ2分の1。ごま油大さじ2分の1。はい、ごま油大さじ2分の1と、はい、先ほどのニンニク入れます。はい、先ほどのニンニク入れて、
はい、ラー油小さじ1。はい、ラー油小さじ1。ちょっとあんまり辛かったらばあちゃん食べれなかったかなので、どうぞ。で、ここでポン酢醤油ということで、かけポン作り、使います。大さじ3。はい、大さじ1。はい、大さじ2。はい、大さじ3ちょうど。では、これで完成。はい、特製ネギダレ。卵を切っときます。こう切って、でこう切ったら三角か。そうやね、これこんな感じです。はい、で、鶏肉を出します。よし、はい、これです、鶏肉。これを半分に切ったら、ほら、プルンプルン。はい、切りました。ではまずキャベツをちょっと乗せますね。キャベツを真ん中に、湯がいたキャベツを真ん中にしっかり乗せて、鶏肉を豪快に乗せた後に、はい、ここにタレをかけて、これを添えたら、よし、よし、はい、OK。 はい、できました。キャベツと鶏肉のネギダレかけ、できました。はい、実はこの旨味の詰まったスープも使います。はい、スープをしっかりとこっちに足して、鶏を煮詰めたスープ、これは塩コショウで味付け。はい、これで塩コショウで味付けしたら完成です。スープ、笠原さんありがとうございます。春キャベツと鶏肉のネギダレかけと特製味噌ダレとスープできました。では準備します。すげえ。今日の昼食、じゃじゃじゃ、はい、じゃがいもと玉ねぎの、はい、具だくさん味噌汁、それとで、スープ、特製スープです。特製スープと、はい、特製味噌だれ、それとたらーん、笠原さんのおかず道場でやってた春キャベツと鶏肉のネギだれかけ、わ、すごいいい色。では食べましょう。この湯がいてない生のキャベツはこの味噌だれにつけて食べる。はい、いただきます。ではまず、まあまずはばあちゃんの味噌汁かな。この具だくさんのキャベツと玉ねぎが入った味噌汁、これをいただきます。はい、うん、この玉ねぎとじゃがいもの味わいが柔らかくて美味しい。ではこの煮込んだ特製スープ、これをいただいてみましょう。特製スープ、うわ、キャベツと鶏肉の味わいがすごい抽出されててめちゃめちゃ美味しい。この塩コショウ加減が美味しい。これはいける。ではこの特製ネギダレをかけた、春キャベツと鶏肉のネギダレかけ、これいただきます。この柔らかい鶏肉とちょっとほのかに味わいがついたキャベツで、またこのピリ辛のタレが合う。めちゃめちゃうまい、うん、はい、ちょっと生キャベツを、春キャベツの生キャベツをこの特製ネギダレでつけて食べるべし。このネギダレをかけて、ネギダレじゃない、この味噌ダレをつけて食べます。はい、食べてみます。うん、この紅生姜と味噌のこの味わい、風味、このネギ、紅生姜のちょっとした辛みが効いたこの味噌ダレがめちゃめちゃうまい。春キャベツに合う、これはすごいおかず。いただきます。すごい、ばあちゃんうまい。まあ、味噌汁が一番うまいけど、
あっさりしてめちゃめちゃ美味しくない？まあこれが美味しい。ほんと美味しいこれ。はい、ではごちそうさまでした。ごちそうさま。ばあちゃん、そ総評と締めお願いします。全部食べた、感想。うん、美味しかった、もあっさりして、うん、こういう料理やったらおばあちゃん食べれるんだよね。うん、星は何本ですか？美味しかった、おばあちゃんの満点。満点って何点？はい、この本当ネギまみれ鶏を意識して作ったということですけど、これ本当に時間をかけて火を通したという鶏肉のこの柔らかさ、ふわふわ感と、でかつこのニンニクやそのポン酢、黒酢とかも本当合いそうやったんですけど、このラー油とかも加えたピリ辛のタレ、またそれが絶妙にマッチしてめちゃめちゃ美味しくて、ご飯も進んで春キャベツも美味しく、余ったスープもそのまま捨てずに使えるっていうのと、味噌だれは味噌だれでまたこの生姜のピリ辛さも効いて、生キャベツが何もでも食べれそうな、すごい美味しそうな美味しい一品でしたので、また簡単にできますので、また作ってみて感想を教えてもらえて嬉しいです。ということで、引き続き我が秘伝のレシピ、固いできるお酒のおつまみ、時短レシピや炊飯器レシピ、また巷でも流行り爆速爆安メニューと教えていただいたら挑戦していきたいので、よろしくお願いします。でチャンネル登録、高評価、コメントといただけた励みになりますので、お願いします。食べ過ぎました。じゃあばあちゃん、いつもの締めの言葉お願いします。味よし、うん、味よし、もう本当にいかんなった、抜けて、うん、あとね、すべてよし。あ、間は抜けたね。じゃあごちそうさまでした。いや、本当にこれ困る。はい、菓子よしよとはね、いつも。はい、では失礼します。